トラナナラボの服部です。あ、同じくトラナナラボの藤原です。雑談しながらいろいろなプログラムを作ってみようという試みの第6回目です。作り方講座とかではないので気軽に見ていただいて、モブプロやペアプロしているような感覚でお楽しみください。今回のテーマはトラナナ社内ツールを回収してみたの2回目です。今日は藤原さんがコーダーでお届けします。まず回収するツールについて、前回もやりましたけども、ちょっと簡単に教えていただいていいですか。はい、まあ、いわゆるプロジェクト管理するツールで、まあ、プロジェクト作ったりして、このなんか個々のタスクのが分かるみたいなツールです。はい、はい、ありがとうございます。第4回でもどんなものなのか説明してますので、そちらもぜひご覧ください。概要欄に動画の URL も貼っておきます。では早速回収していこうかと思うんですけども、今回回収する内容をまず確認しましょうか。はい、まあここのなんていうんですかね、もっと長いやつがいいかな。こういう感じで、タスクを作ると、こういう感じになってますね。はい。まあ、オーバーすれば出てくるんですけど、まあ、にしても見づらいので、うん、この、まあ、名前はいいとして、担当者名はいいとして、まあ、ここのタイトルぐらいはリサイズできるようにしようかなという感じです。はいはい、じゃあ、そうすると、あれですかね、CSS とかの方。いや、これ全部プログラム制御なんですよ。あ、そうなんですか。なんでかっていうと、ここのスクロールがあるんですよ。横のスクロール。はい。横のスクロールって、ここプログラム制御しかできないですよ。あのヘッダー固定なんで。うん、うん。縦横固定なんですね、これ。はい。なんで、こう、横スクロールするときは、この、こっち側が動かなくて、縦スクロールするときは、実は、ここら辺は動かないっていうふうにしてて、うんうん、それどうやってやってるかというと、プログラムで、ここの領域、どこの領域をスクロールするかを JavaScript で書いてる。うんうんうん。ですよ。そうすると、その、はみ出てる幅がどこかとか、どんぐらいスクロールしていいかっていうのが、プログラム制御になるんですね。うん、なので、全部プログラム、こう幅とか高さ全部プログラム上で制御されてるという。なるほど。感じです。なので、はい、ここら辺が要は、なんかこれ Vue.js でできてるんですけど、うん、その Vue.js のファイルの中で、こう、幅が切られてるって感じですね、ソースとして。これなんかビューのプラグインとか入ってたっけな、入ってますね、一応。あ、一応使えるみたいなんで使ってみると。はいはい。よいしょ。ここで幅が直接スタイルに指定されてる感じ。あ、そうです、そうです。そんな感じです。うん、ここかな、これドラッグかぶるか。まあいいか。そうですね、こうなってて、一個開いてみて、ツールチップがいいくて。ああ、よくないですね。どれだ、これ。よいしょ。どっか飛んでるな。まあ、ここからだとちょっとわかりづらいですね。まあ、ここにあるのは間違いなくて、このタスクコンテンツボディってやつの中の一要素としてこれが入ってるって感じ。まあ、ここを見ればわかるか。よいしょ。ああ、一応スタイルシートになってますね。ああ、だからこれをスタイルシートにしちゃったらそもそもまずい。っていうのが、ああ、まあここはスタイルシートが固定値なんでいいんですけど。まあでもスタイルで指定しちゃえばそっちが優先されるはずなので。そうですね。ただ今からやりたいのはこの150ピクセルを自由に動かしたいんですよね。はい。で、こっちの、まあさっき言った通り、ここのスクロール量の計算にここが関わってるので、うん、これ150固定じゃなくなるとおかしくなるんですよね。なるほど。なんだったこれ。ちょっとなんか今おかしくなりましたけど、うん、今なんかちょっとずらしたら今度ここが埋まっちゃったみたいですね。進捗率が埋まっちゃったみたいです。なのでこのなんていうんですか、150ここをずらすに従ってここら辺全体を再計算させるみたいな処理が必要になりますと。あとはそのつまみが必要ですね。だからここになんか何ピクセルぐらいだろう、3ピクセルぐらいの薄いディブを挟まないといけない感じではありますねっていう感じで、どっから手つけるかなっていう。あ、ちなみに今日は終わると思ってないという感じです。はい、そうですね、うん。結構大工事になりそうだ。はい。で、構成見ると、
まあ、なんか前回もやりましたけど、この WBS っていうファイルが一番トップにあって、まあ、ここも実質からなんで、これか。タスクテーブルってやつが本体ですと。で、で、実際は、まあ、さっき見た通りに、どこだっけ？これか。このタスク、コンテンツボディってやつが、この、なんですか、横ヘッダー列ヘッダーか、うん。行ヘッダーか。行ヘッダーですね。行ヘッダーなんで、タスクコンテンツボディを見ますと。名前付けが間違ってますね。ヘッダーとかの方が良かったですね、これ。で、あ、タスクネームか。これ、ここですね。このディブ。このディブがそれですね。はい、で、ループがされてると思うんで、ただ、行ごとループですね、これ。何気にしてるかというと、ここをずらすとなると、こっちもこっちも連動して全部ずらさなきゃいけない。ので、はい、ここでプロップスにしちゃダメっていうか、ここのステートで持っちゃダメって感じですね。もっと一個上。ここか。タスクテーブルコンテンツ側のステートにしないといけないかなっていう感じでやっていくと、まあ、とりあえず、スタイルシートから変数に移しましょうかね。うん、そうですね。タスクネーム。もう、全部の、その列全部の、高す、あ、幅を、そうですね。一気に変える。この、はい。全部プロップス渡して、こいつを使うようにすればいいはず。だと思うんで、プロップスですね、ステート。で、ステートで十分なはずだと思います。上から渡す必要はないはず。上からもらってくる必要はないはずだと思います。で、さっき150ピクセルだったので、150にしておきましょうかね。はい。で、スタイルがどこに入ってんだ、これ。あ、これかな？これ、スタイルの付け方が独特で、いわゆるベムってやつになってるんですよね。自分が作ったんですけど。プロジェクトネーム、はい。あ、そうですね。ここ、これですね。スタイルが効いてるんでも、これコメントをちょっと。で、下側のこのタスク、コンテンツボディで、プロプスで、さっきの3つ、ベッドリーマスと。プロップスが、ベタ書きですね。まあ、そのままでいいですかね。はいって感じですね。ビューなんで、型の付け方が、というか、まあ、こんな感じかな。あ、そっか。コンストラクターじゃないといけないので、パースと。で、そうすると、ここですね。この、ここのスタイルに、いる。あ、PX 必要です。あ、そうですね。テンプレートリテラル使えるんでしたっけ？なんか使えなかったような気もする。ビューはそうですね、確かに。なんかどこで何が使えるかってありますよね。一旦やってみてダメだったら、そうですね。プロパティにしちゃう。一応、あれですね、書き方が。じゃなくてコピューとか。はい。書き方があれなんで、結構新しめな書き方してるんで、これで合ってたっけっていう。なんかそのままロップスとかいらん気もするんですけど。あ、いらないですね。うん。はい。で、あとは渡してやれば、とりあえずは動くかなという感じで。ボディコンテンツなんで、これですね。
入れる場所間違ってるかも。知らない。あ、これ、入れてますね。ちょっとステートが大きすぎる。ステート入れる場所が間違ってるんで。よいしょ。どこだ？ここか。こんな感じですかね。多分自動リロードされてると思うんですけど。入ってないな。止めるか一回。よいしょ。あれにしちゃってるかもしれないです。ウォッチモードかなんかで動かしちゃってるかもしれないんで、反映に時間がかかっちゃってる。前のあの環境、どっかの環境を変えたせいで、はい、前の環境が残ってるっていう。あるかもしれないですね。ちょっとビルド中です。で、そしたら次あるのが、この、なんていうんですかね、ここの間に薄いデビューを1個入れるみたいな感じですかね。ひずんで、しかもアブソリュートかなんかで。場所もだけど考えないといけないのか。あれ、アブソリュート、まあ、そっか。スクロールしていくと、その場所も一緒に変わっていくじゃないですか。はい。これテーブルじゃない、テーブルじゃないのか。テーブルじゃないから、いいか。テーブルじゃないですよ。ただのディブの連続系って感じです。テーブルでもよかったんですけど、そのスクロールができないですよね。やっぱテーブルだと。単なるそのヘッダー、列とか行のヘッダー、どちらかの固定なら、よくあるなんていうんですか、余白のセルを1個入れるっていう。方法でいけるんですけど、このどっちも固定は結構厳しいっていう感じですね。よいしょ。ビルド終わったんで、再リロードと。とりあえずなんか、入ってないんで、これ渡し方ミスってますかね。この方だもんな。で、逆にスタイルが入ったままになっちゃってるんで、変更する、合ってるのか、ちょっと待ってください。ネームウィズって名前で合ってます。ネームウィズ、ネームウィズ。そうなんですけどね。ちょっと待ってくださいね。プロジェクトネームになってますね。ネームウィッツ。いや、なんか、あ、ここにもある。なんか余計なスタイルがいっぱいあるっつうか。でも、ダメってこと。今スタイルが、入っちゃってるんですよね。いや、でもなんかスタイルに、の方が優先されるから、無視されるから、クラスの方が関係ない。ああ、なるほど。まあ、だいぶ、無知スタイル入っちゃう、まずいんで。うん。制御の都合で。ちょっとスタイル消してみましたと。ちょっと止めてたんで。なんか一瞬ちょっとなんか変えてるソースがおかしいかなと思ったんですけど、まあ大丈夫そうだったんで。このじゃあネームは何だって話ですけどね。なんか同じ、
あ、でもボディか。いや、なんかちょっと間違ったスタイルが入ってる気はしなくもないですけど、まあ。スコープの CSS なんで、まあ、こっちが影響することはないと思うんですよね。少なくとも、まあ、こっちなはず。ビルド中です。ちょっとビルドツール変えた方がいいですね。UCLI のままなんで、結構遅いです。今はどっかで動かしてない？あ、どっかで動かしてます。まあ、どのみちちょっと UCLI 遅いですね。最近のやつに比べれば。あー、なんとなくうまくいってないですけど、うまくいってますね。スタイルは消えたという。とりあえずは対応入ってるんですかね。ああ、うん、入ってないですね。なんで？ですね。だけど、あ、そうですね。中身の要素に影響されちゃってますね、これ。だから、ああがすごい長いことになってるんで。あ、そうですね。じゃあ、もうスタイルが立ってないことが。そうですね。ここに、スタイルの入り方間違ってたっけな。ここユーザーネームなんで、こっちがタスクネームですと。で、このスパンは、ツールチップの中なんで、まあ、黒いやつなんですよね、このスパンは。だからこっちは関係ないはず。で、まあ、関係ないのはこっちなはずで、で、スタイルと。スタイルの指定。ビューのスタイルの入れ方忘れちゃったな。ビュー、スタイル、インライン。いや、合ってますけどね。合ってるけど、これかな？幅以外の固定要素入れたらどうなるか。あ、でもそう。ああ。これの可能性があるんで。はい。プラス。あ、なるほど。あ、レッドビルドも走ってますね。まあ、リジョードはしないと。うん、ダメ。スタイル。ヌルが入ってるのかなっていう気がしなくもないですね。こっちに3ついるな。本当だ。あ、いや、でも。まあ、こういう時は、ですね。とりあえず出力してみる感じで。うん、あるしな。出てない。入れたのは、タスクテーブルプロジェクトコンテナの直下なんで出てないですね。ってことは、メルカアンディファインドになってるかな。こんな感じでテストを止めれば、直下は間違ってないと。これ、参照できてるしな。うん。なるほど。あ、出てますね。ってことは、塗るかなんかってことか。うん、渡せてないということですね。そうですね。で、ネームウィッツ。こっちかな。50。よいしょ。そうですけどね。あ、わかった。入れる場所が間違ってんだな。あ、いや、わかったわかった。入れ子か。わかったわかった。この中に、これがある。
この中にこの絵があるんで、あれです。バケツリレーが必要。さらに必要と。まあ、ここは合ってましたと。もう結局必要でしたと。これはいらなくて。ただ、プロップスに必要ですという感じですね。ネーム。で、これがいるんで、だった。その、めんどくさくて、程度共通化してあるんですよね。いや、まあ、多すぎたという感じなんですけど。で、これで、さらにボディがあるはずで、どっかに。これか。はい。タスクコンテントボディですね。で、ネーム、イコール。で、どうでしょうって感じ。はい。あ、いけましたね。おう、じゃあ、あ、スタイルも今当たってそうな気がしますね。はい、そうですね。なるほど。よいしょ。ああ、ありましたね。下の方に。ああ、ありますね。はい、じゃあ、ここからこれをいじっていくんですけど、これ、かなりめんどくさいですね。コールバックが必要。ですかね。まあ、それはそうか。うん、ちょっと待ってください。さっきの余計なやつだけとりあえず消して。とりあえず DV 入れますか、見えないやつ。うん、そうっすね。ネームカラムの一個上の要素をポジションリレーティブとかにすれば、うん、その、この、ここ？それよりちょっと上ですね。さらに上の要素。なんかもうこのカラム全体をの要素ですね。あ、あ、そうですね。その要素に、その要素を、あ、さらに1個です。こっちですね。あ、そうですね。こっちですね。こっちに、あ、でもレイティブに入ってるんですね。入ってれば大丈夫か。はい、入ってれば大丈夫なんで、そしたら。確かスクロールの都合でここら辺をこれにせざるを得なかった感じ。はい、そしたらちょうどいいと思うんで、はい、中にアブソリュートの。そうですね。ああ、そっかそっか。そうですね。1位だけウィッツとの関係性で頑張ればいいって感じかな。レフト150ピクセルあればいいってことですもんね。そうです。いや、それでやってみますか。だから上に入れるってことですね。で、ぶっちゃけどこでもいいってことですもんね、これ。アブソリュートで入れるんで、うん、まあ、だけど、現実的にはここら辺に入れた方がいいかなっていう。そうですね。ただ、ドラッカブラはうざいんで。タイプダミーとかにしときましょう。うん、リズムじゃなくて、要素自体がなくなってきたんで、ビジビリティか。一旦見えた状態で、なんか、どの辺にあるかっていうのを確認できるように。いや、見えますか。この道見えないと思うとね、中に何もないんで。ここで、まあ、そこいいのか。自分の中に何もないんで、まあ、なんか、こう、こっちで見えるしかないかなっていう気がしますね。うん、うん、まあ、とりあえず崩れてはないと。うん、で、この下に、あ、まあ、いますね。
ゼロ。そこまで飛んでっちゃうのか。あら、そっち行っちゃう。ああ、ポジションかな？ああ、違うな。ディスプレイか。お、親を間違えてたとかですか？なるほど。いや、親要素はこれなんで。で、リレーティブになって、あれ？こいつは？リレーティブになってないよ。こっちか。こっちはだけど、タスクデブボディヘッダー。どこだ？ああ、なるほど。ドラッカブルの中に入れなきゃいけないのか。うん、なるほど。まあ、しゃあないか。多分影響ないと思うんですけど。あるいは、その、親もリエティブにしちゃうとか。リサイズがうまくいくかわかんないですよね、それ。うん。うん、なんか、そこら辺の都合で、このリレーティブとブロックを決めた感じ、うん、決めた気がするんで。よいしょ。とりあえず、これで、まあ、ドラッグ&ドロップに影響出なければ何でもいいんですよね。よいしょ。まあ、ここにあると。これで大丈夫そうですね。そうですね。場所的には大丈夫そうですね。で、高さが決まってないのか、これ。ただ、これ、高さ 100% にしちゃったら。ああ、それでいけますかね。いけてはいますね。90ピクセル。多分、1個30ピクセルだと思うんで、確か。はい、まあ、あってそうですね。で、あとはレフトが、まあ、150とかなんですかね。それで、ああ、合ってますね。幅をまあ3ピクセルとかぐらいにしてあげたら、とかそれをもう動かすだけとか、そこの、レフトを変えるだけで、OK、そうなんですけど、これ、あれですね。偶数がいいですね。ああ。はい。で、このレフトを制御すればよくなるというか、ね。合ってんのか、これ。うん、なんか良さすぎな気が。そう、まあ、いい気はしますけど。ああ、ボーダーか。まあ、いっか。ああ。いや、なんかちょっとずれてる気がするんですよね。まあ、いっか、そんな細かく気にしなくて。確かに、ボーダーが1ピクセルだったら、それぞれ11だから。こうだと太すぎますね。あ、これでいいか。ちょっと一旦これ入れてみましょうか。レフトはともかく。ただまあ、ウィッツからレフト入れ、レフトじゃないや、レフト先みたいに148みたいな細かい数字にするとしても、計算できないと困っちゃいますもんね。うん、こうして、スタイルで、これか。ちょっと乱暴にやりますけど。あ。F と。エイムウィッツ。まあ、いっか固定で。本当はその、なんていうんですか、幅割る2を引くみたいな、そんな感じだと思うんですよね。はい。まあ、これでピクセルよりは。とりあえず乱暴ですけど、ちゃんとやるんだったらそもそもあれですね。うん、ああ、なるほど。アンディファインド。これは、さっきのこれですね。リクワイアトゥルーじゃん。なんで？ここら辺の要はその型でアンディファインドの可能性を指摘されているんですけど。いや、もうめんどくさいんで。あれですね。変数にした方が、コンピューティーローカーなんかにした方が良さそうですね。とりあえず、まあこれで、よいしょ。うん、良さそうですね。
ホバ入れなきゃダメか。あー、なるほど。他の場所にホバがあるのか。カーソルって何がありましたっけ？カーソルなんだっけ？クロールとかなかったでしたっけ？サイズか。あ、リサイズがまさにありますね。なんかリサイズ複数あったような気がするんですよね。その方向によって。はいはいはい。これ Z インデックス入れなきゃいけないのか。ああ、確かに。あれならないな。なんでだ。ならないですね。ちょっと太くしてみればいったん。来ない。ビジビリティあってダメかな。ああ、ビジビリティダメなんですね。まあいいか。別にこんなのあってもなくても、そもそも透明なんで関係ないという感じなんで。とりあえずじゃあカーソル入れるのと、カーソル入れるのと、ビジビリティを消すと。はい。いう感じですかね。うん、よいしょ。うん、いいんじゃないでしょうか。いいですね。うん、そしたら、で、うん、ドラッグスタートとかですよね。めんどくせえな、これ。ドラッグスタートでしたっけ。ドラッグスタートでしたっけ。マウスイベントが、マウスダウン。あー、はいはいはい。何使うかですよね。移動量が欲しいんですよね、この場合。そうですね。確かここら辺にドラッグ関係のイベントがまとまってたはず。ああ、ドラッグスタートとかで、なるほど。いやだけどドラッグ中だけ取れればいいんですよね、これ。そうですね、だからマウスダウン、はいはいはい、ですかね。マウスダウンすら本当にいらないですけどね。なんかもう完全にドラッグしたらその間のイベントだけ拾えればそれでいいって感じだと思うんですよ。だってそのドラッグしてる量だけが欲しいので、はい、ドラッグ開始とかまあどんでもいいというか、なんかドラッグ開始とスタートで何かすることはないはずなので。だけどマウスダウンか。そうですね、ドラッグ。マウスダウンか。ドラッグって確かあれですよね。こういう感じしかできない。こういう感じ。そうなんですよ。そうなっちゃう。なのでマウスダウンにするか。ってことはまたあれか、ステート管理ですね。スクロール中っていうか、動かそうとしているかどうかみたいなやつ。はい、マウスダウンって領域を出ちゃったらどうなんですか。ああ、はいはい。確かなんか、よくわかんないですけど、継続されちゃう気がします。うん、マウスダウンしてる状態で、マウスムーブですね。ということは、マウスブーは常に入れといて、マウスダウンでイベント拾うという、そんな感じですかね。そうですね。まあ、とりあえずやってみますか。はい、そうすると、今日はそのイベントが取れそうってところぐらいまでのめどで、そうですね。ですかね。あ、てかマウスリブもいるのか、これ。マウスダウン、マウスアップか。で、なんで。あれか、マウスにしないといけないんで。多分マウスリーグの時にフォールスにするって処理入れれば大丈夫な気もしますけど、はい、
で、あと、マウスムーバー実際に一人入れないとまずいので、ここはここら辺か。E の方がわからないんで、一旦。あ、でも、マウスイベントでいいはずですよ、確か。はいはいはい。まさにマウス、大文字で始まるマウス、イベントが大文字って確か取れたはず。ああ、これですか。はい、この方がですね。カスタムイベントなんだ。いや、とりあえずあれですね、移動量が何のプロパティで取れるかはどの道必要なんで、はい、一旦 E を出しておきます。で、これか。よく考えたらあれですね、if 文が必要でしたね。よいしょ。ああ。フラグによってと。とりあえずこれで動けば、まあそれでいいかなという。はい。そうですね。今日は一旦それで。はい。よいしょ。これでどうなる？えらってはいますね。VO 何これ。ああ、ドラッカブル。ああ、なるほど。ドラッカブルのイベントを止めないといけないくて、今多分マウスアップが読み取れてない。はい、エラーあったせいで。なるほど。それで連続して出ちゃってますね。なるほどね。あ、普通にやったら動かないですけど、これ多分ドラッカブルで、こう変なことするとエラーになっちゃうんですね。したらストッププロモーションとかしてあげる感じですか。ああ、そうですね。やっけな。いや、こっちか。ここでやってるはず。ストッププロパゲーションでいいんですけど、それともプリベントデフォルト。プロモーションあれ？ストップ。ああ、そうですね。プロモーションあれか。はい、だからドットストップだからいいのかな。あー、確かに、それでいいのか。うん。そこそこ、上にありましたね、そういえば。はい。上もやった方がいいかな。うん。これで動けばいいですけど、上もその JS 制御なんでちょっと怪しいんですよね。というか、ドラッカブルもなんかライブラリなんですよ、これ。あ、なるほど。この行入れ替えなんですね、はい、あれ。そこが多分、なんかよくわかんない。その横に移動なんてできないんで、それで発火しちゃってると思うんですけど。よいしょ。あ、いけてますね、これ。もういけたらいいぞ。で、話すと消える感じ。あ、消えてね。あ、やっぱ多分その領域の上で話さないといけないから、どうですかね。あ、だから領域がちゃんと水中できるようにしないと、そもそもオーバー、うん、アップが取れないってことですね。うん。どうするかな。あー、この場合あれか。なんだ、この移動モードになったら、うん、リブのウィッツを増やす。はいはい。ってやんないと、多分バッファーがないと、その、早く移動するしたときに、うん、絶対取れないみたいになると思うんですよね。確かに。まあ。それになると、ここの幅も変数化しないといけないっていう。はい、なるほど。それが if 文書くかですね。まあでも、ちょっとイベント系の課題が見えたところで、今日はこの辺にしておきましょうか。はい。はい、ここから先は結構また難しいですね。はい。じゃあ、そうですね。またこれ、次回にあたりに、ちゃんと動くところまで、いけたらなと思いますが、はい、もしかすると、はい、まあ、もう1回ぐらいになるかもしれないですけど、まあ、そうですね。また、はい、この様子をお届けできたらなと思います。まあ、うん、イベント系やっぱ難しいですね。そうですね。特にこの、なんだ、イベントと一緒に自分自身も動くみたいなやつって結構、
気をつけないというか、YouTube ですらバグってるわけですよ。YouTube ってこの、なんだ、再生のドロップ、ドラッグアンドドロップとか、音量のドラッグアンドドロップあるじゃないですか。はい。あれ、押したまま画面外に出ると、残っちゃうんですよね。はい、マウスの移動にそのまま追従するようになっちゃうんで、うん、で、まあ、YouTube とかですらそうなんで、まあ、難しいんだろうなというところですね。そうですね。からまたちょっと続きを、やりたいと思いますので、はい、そしてぜひ、まあ、チャンネル登録して、また続きをご覧になっていただければと思います。はい、じゃあ、本日はこれで終わりにしたいと思います。はい。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。